寒いよー。気持ちいいよ。いきなり死にかけてるのは笑う。あの焼き鳥クソバードに会うだけなのにこの状況は何ですか。また来たのか。完全に鬱陶しがられてるけど。というかハイラル側も事前に手紙かなんか送っとけよ。僕がいる限り踏み入らせないよ。初っ端から敵対姿勢だ。お前どうせこいつなら何かしらいらんことすると思ってたわ。しかし私にはそんなことを見通し、ウルボザ名産というスペクターを連れてきたのです。効果はバックだ。今回君は電気と相場が決まっていますからね。雷属性だからって格別強かったわけではなさそう。バカだ。気候が電気タイプに弱いのはポケモンだけだったようですね。で今回はリンクさんやリン鈴木両手剣を携えてきてます。上から来るぞ、気をつけろ。目の前に爆弾が。周りも濃い爆弾投げてるうちは無敵なので心配ありません。突撃メロギバ。ああいう奴は突進すればくぐり抜けれるものなんですよ。思ったより攻撃早そうだね。体力削って赤攻撃に派生すればなかなかと言いたいところですが、みんなピンピンしてましたね。武器が弱いのか両手剣そのものが弱いのか。多分武器やらスキルが身についてないからだと思うんですけどね。そしてもう一気に決めてしまいましょう。何食べてんの。多分老水はとバナナゲット。やったぜ。今度は橋を爆破だー。どう考えてもやりすぎだろう。仕方ないので成り行きで隊長たちをボコっていきます。隊長リーチ短すぎない。前後隊長もそうでしたが味方陣営の攻撃すごい遅いんですよね。そしてしれっと混ざってる石と壁も手間します。こっちの相手した方がいいんじゃないかな。ヨシリと隊長を8はほど始末してとうとう混迷がお出ましですね。てか村長と書いた気がするけどどうしてるんだろ。この高飛車英傑様が幅を利かせているので言いにくいんでしょう。具の骨頂だよね。さて、まあキャラ的にこいつとは戦うと思ってましたよ。リーバルだけプライベートの関わりなさそうだもんね。少なくともリーバーさんは幼少期から知ってましたからね。シンプルに蹴られてるし、この回復動作式が結構ある。相変わらずの弓矢さばきだね。ふふん、弓矢なんぞ距離を詰めればただの置物。好きに捨てに攻撃をぶち込んでいる気に壊してやり。全然壊れてねえじゃん。ゲージ一かけらも壊れてなかったよ。回復動作弓矢で狩られるしこれなんてなく。どう見てもグが悪いよこれ。準備をいろいろ間違えた気がしますが仕方ない。ここからどう対応していくかが見ものですよ。目の前でお腹パンパンしてるから。そんなことを聞いておらん。撃ち落としてやらー。ここで半分に風ゲージを削っておきたいところですが、ちょうど半分だったね。武器の威力がつく。まずい。量も弱ーい。うるせー。ダーガ英傑だけあってそれなりにやるようですね。どう見ても避けてないでしょ。まあこのゲームスウェイに無敵時間あるから全員でそろそろスマッシュ出てほしい。アビタロックだ。発射。もういきなり出てきても反応できるようになりましたね。最初の砲翼ロットとかがしたもんね。だってどっちかわかんないじゃん。意外と道具多いしさ。そして子供リンク感漂うスマッシュを叩き込みます。結構前作から雰囲気引っ張ってるの多いしね。まあ演出に限りありますし仕方ありません。やっと慣れてきたか。その鳥頭と肩に電気振りかざしてやらおファルコが第二形態に入ったよ。よしウルボザ姉さん役を壁に寄せてやれ。飛んだ。バトンだ。これは爆弾だ。こっから届くか。素晴らしい。こういうところきっちり攻撃できるリンクさんは安定ですね。最近キャラ増えて用の外すこと増えてきたから。アネさんとかミファーさんとかお感じなんですけどね。いかんせん威力だったり範囲が狭かったりします。そらー後半の方が順調じゃん。爆弾やビタロックが効くのでむしろ楽になりました。やったか。しゃー、なんとか倒せたね。ロックハンド、やっしゃー。なんだと。まだピンピンしてるよ。まだそんな余力があったんかい。ん、何これ。じゃあすっ、タイマー蹴り飛ばすんじゃないよ。もう上から来るぞ、気をつけろ。あじゃあ立てたんでした。じゃあおっしゃー。キーン、さすがの君もなかなかやるよ。思った以上にやるやんけい。そこだ。大バカ者。違う、クリボーが勝手に。勝負は引き分けか。いい勝負でしたね。というわけで5回も解け、役者が揃ったところで、マスターソードを奪還しに迷いの森まで来ました。誰だっけあいつ。てかだから事前にリトの村に手紙でも何でも送れよう。
この中を進むのかい？絶対に迷うと思うんだけど。ジェイロンだ。だからもうちょっと下っ端に事前調査とかさ。空内でもしてくれりゃいいんだがな。人手不足なんでしょ。入らぬも人材なんですね。何も見えないよ。なんだこのデクの棒は。確かにお上げたら陶器を大きくしてくれるやつでしたね。というわけで利害が一致してポップリンに案内してもらうことになりました。そう言うと早速骸骨が。ガガガ骸骨かよドクロかよ。まあ強さは一般牛豚と変わらないでしょ。確かにその通り。でお前も戦うの？まさかの新しい仲間フラグだ。お前別に一人で帰れただろ。本戦では頭を壊さないと生き返るとかありましたが、ほとんど変わらないね。むしろ炎に弱いので弱体化してる説もあります。何これ。ひー、出た骸骨巨人が。うわ、そういえばこんなやつもいたな。確か目玉を潰さないと復活する地味に面倒くさかった記憶が。一般骨たちも復活しなかったから大丈夫なんじゃないの。それならいいんですがね。おっと、早速目玉が。チャンス。リファーさん動きが遅い相手には強いですよ。リタロック止まれ。あ、ゼルダ様。遅かったね。キネともあろうお方が哀れもないお姿に。骨で殴られてガニ股で吹き飛ぶ姫は他にいないよ。まあそういうところも歴代ゼルダ様にはない彼女の良さだから。何のフォローかな。不器用で人間臭いところがだよ。もう一息。あとはリンクさんの必殺技でとどめを刺すことにしましょう。トラー。まあなんてことなかったね。動きが遅いので空中攻撃が得意なリファーさんの的でしたよ。ゲージゴリゴリ削ってたもんね。サイクロプスの爪と牙ゲット。うわー、久しぶりに見た。これこれも面倒くさいイメージしかないんですよね。というわけで手分けして現状っぽそうなのを始末します。影が出てきた。よくあるパターンですね。よーし、いけポックリン。こいつの強さを見せてやる。なんかすごいごちゃごちゃしてる。こいつ図体でかくて敵の動きが見えねえ。とりあえず投げろ。いっぱい出てきた。見えないから頼む、聞いててください。マグネチャーチ。合図出してくれないとわからなかったでしょ。それです。ウルブザ姉さんの姿をしてましたが大したことありませんね。ポックリン前作のチンクルあたりベースにしてそう。どうなんですかね。パッと見た感じ雰囲気結構違いましたよ。はいよ、ネイケツの形した化け物はこの通り。一回体勢崩したら倒せたし強くなかったね。ん？なんかいる？変な奴が一人。うわ、強力見る色だ。あ、前回ラストでチラ見せしてたやつ。絶対絶命だ。急に苦戦中です。なんでやお前らそんな強くなかっただろう。あらら、私の剣が。武士の魂が。お待ちください。明日まで、明日までお待ちください。いいぞ、その調子だ。どんどん近づけ、グモリー彗星よ。マスターソードが抜けましたとさ。あれ、この幻影まだ消えてなかったんですね。覚醒して天神は武器のメスご飯のような状況です。常にゲージが削れるんだ。終わりだ。というわけで残るはあなただけですよ。よろそうな見た目してるけど強いのかな。耐久はともかく攻撃力はありそうです。まずは様子見がてら攻撃を100発。どう避けたかわからないけどラッシュだ。タイミングだけで方法は関係ねんだ。こいつもゲージはそこそこですね。この最強スウェイを前にどうすることもできやしないけど、普通に硬そうだよ。顔色は悪いですが能力値は全うということで。助けて、投げされてしまうものまん。やばいって。リンゴはあのデクの棒で使い切ってしまいました。これから毎日家を焼こうぜ。どんどん燃やしちゃおうね。多少森が焼けるのは仕方ありません。で、弱4段派生ゲージめっちゃ削れるな。今までちまちま回転ギリ当ててたから。言わないでー。これから無傷で突破できるかどうかだ。あと4段弱で利用。これはノーロットや必殺技をフルで活用するしかありません。こういう時必殺技でそこそこ削れるの便利だよね。めちゃありがたいです。もう攻撃耐えれないって時に無条件で1ターンくれるのは本当にムッキー。やばそうなの来た。交代せよ。まあまあ、この手の衝撃波は使おうしなければいいから大丈夫。あと2回ぐらいかな。ここで一気に決めてやる。射出来た、スマッシュチャンス。頼む、この一撃で決めてくれー。ヨウムの明日はどっち？じゃあ。いいぞ。は？は？道具フル活用してこのギリギリさですよ。そして強キャラ特有の途中離脱。倒させてくれませんね。不運才能に溢れる私はトントン拍子でマスター騒動で逃げました。割と序盤で手に入ったね。そう、そしてこの剣からビームが出るんだぜ。あれ、ちょうど去年の元旦もそんなこと言ってなかった。なんだと、もしやこの世界はループしているのか。してないけどね。